はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢とアメリカ大統領選挙の情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。クリミアのウクライナへの返還は国際法の要求。エルドアン大統領。トルコのエルドアン大統領は、トルコはウクライナの領土一体性、主権、独立を支持しているとし、クリミアのウクライナへの返還は国際法の要求だと発言した。エルドアン大統領が11日に開催されている第4回クリミアプラットフォーム首脳会議の際のビデオメッセージで伝えた。エルドアン氏は、ウクライナの領土保全、領土一体性、主権、独立に対するトルコの支持は揺るぎないものであり、不変である。クリミアの返還は国際法の要件である、と述べた。そしてエルドアン氏は、クリミア先住民の一つであるクリミア・タタールの人々の安全と福祉を確保することもまた、私たちの外政の優先課題の一つである。私は、ウクライナ政府がクリミア・タタールの人々の権利強化のために導入している法規範に改めて満足を表明したいと発言した。その他、エルドアン氏は、ロシアによって拘束されているクリミア・タタールの人々が解放されること、クリミアを離れた人々がクリミアへ戻れるようになることへの期待を表明した。このように報道されております。さらに、日本時間9月16日午後4時の報道によりますと、トルコ外務省は、ウクライナ侵攻はウクライナの利益を考慮した交渉で終わらなければならないとしています。そしてトルコ外務省国際安全保障局長は、この戦争で和平を締結するにあたってはウクライナ国民の正当かつ合法的な利益も尊重されなければなりませんと述べました。つまりですね、エルドアン大統領とトルコ外務省、そしてトルコ外務省国際安全保障局長の発言などを見る限り、トルコはですね、トルコ政府としてロシア政府に対し正式に国際法の要件に基づき、そしてウクライナの正当かつ合法的な利益を尊重するために、ロシアはウクライナへクリミア半島を返還するべきであるという姿勢を明確に示したと見られます。ここまでエルドアン大統領とトルコ外務省がはっきりとした姿勢を示したということは、ロシアプーチン政権としても軽視できない情勢であると見られます。このトルコの姿勢は今後のウクライナ情勢に影響を及ぼす可能性があります。他方、ウクライナ情勢を見てまいりますと、ウクライナ軍はロシア・クルスク州西部グルシコフスキー地区に展開するロシア軍部隊約3000人と見られていますが、に対して本格的に圧力を強め始めた可能性があります。現状、ウクライナ軍のロシア・クルスク州での攻勢の注目点は、ロシア・クルスク州西部グルシコフスキー地区の北に沿って流れているセイム川以南の地域、約700平方キロメートルと言われておりますが、この地域の制圧であります。イギリス国防省によりますと、ウクライナ軍はロシア西部クルスク州でセイム川に架かる橋を連続で攻撃、そのためにグルシコフスキー地区の北に沿って流れているセイム川以南にいる最大3000人と見られるロシア軍部隊が兵站線を遮断され、退路も断たれていると見られています。またセイム川以南のグルシコフスキー地区の東方面の地域はウクライナ軍によって制圧されております。そしてセイム川以南のグルシコフスキー地区の西と南はウクライナとロシアの国境線でありまして、この国境線にですね、ウクライナ軍が展開しております。つまりセイム川以南のグルシコフスキー地区に展開する最大3000人規模と言われるロシア軍は、北はセイム川、東はウクライナ軍、西と南はウクライナ国境という形で完全に包囲され、身動きが取れず兵站物資も遮断され、退路もない情勢に直面していると見られます。そしてウクライナ軍はセイム川以南のグルシコフスキー地区で孤立しているロシア軍の中心的な拠点となっているグルシコボ地区への圧力を強め始めたと報道されております。ウクライナのクルスク州における新たな攻勢は、ロシア軍の兵站を標的とし、グルシコフスキー地区のグルシコボ地域の中心に向かって前進し、グルシコボの町に急速に接近した。グルシコボを失う差し迫った脅威を認識したロシア軍は、浮き橋や高速道路を使用して兵站線を確立しようとした。しかし、ウクライナ軍はこの動きを予測しており、エイタクムスでロシア軍の努力を効果的に無力化した。グルシコボ地区では、ウクライナの激しい圧力に直面したロシア軍にとって、状況は非常に不安定で危険なものとなった。この地域にいる約3000人のロシア兵は、防衛拠点への兵站支援を維持するのに苦労している。
グルシコボのロシア軍は重要な道路、特にグルシコボに向かう高速道路がウクライナ軍の射撃統制下にあるため、ロシア軍の他の部隊から実質的に孤立している。このためグルシコボのロシア軍が補給線を維持するための唯一の平坦ルートはセーム川を渡る橋だけとなった。セーム川の戦闘映像には浮き橋がウクライナ軍のハイマースによって正確かつ完全に破壊される様子が映っている。さらにウクライナ軍のドローンオペレーターは橋の修理を試みていたロシア軍の掘削機や建設資材を運ぶトラックなどの機器を破壊することに成功した。そしてウクライナ軍は戦車、装甲輸送車両、工兵車両からなる強力な攻撃部隊を編成した。この地域の戦闘映像はウクライナ軍の工兵車両がロシア軍の竜の歯を破壊し、ウクライナ軍の突撃部隊と装甲部隊が前進する様子を明らかにしている。そしてウクライナ軍の突撃部隊はロシア軍が地雷を敷設する時間がなかったことを知って平原を自由に前進した。ウクライナ軍は少なくとも 3km 突破し、グルシコボまであと 7km となった時点でロシア軍を攻撃する体制を整えている。ロシア軍は防御を強化するために必死にセーム川の浮き橋を利用し、野営に紛れて兵士を展開しようとした。ウクライナ軍のドローンオペレーターは浮き橋付近で100人以上のロシア兵を検知し、ハイマース攻撃を要請した。ウクライナ軍のハイマースは正確に複数回攻撃し、ロシア軍側に多数の死傷者が出た。全体としてグルシコボ地域でのウクライナ軍の急速な前進はグルシコボへの平坦線を再建するというロシア軍の目的を損ない、ロシアの作戦計画の重大な脆弱性を露呈している。このように報道されております。こうした情勢を受けまして、さらに次のような報告がされております。ロシアのクルスク州のアレクセイ・スミルノフ知事代行は、クルスク州西部グルシコフスキー地区のグルシコボ地域の北に位置するクルスク州西部のホムトフカ地区とビルスク地区の 15km 圏内から民間人を強制的に避難させると発表した。新たに設定された避難区域の広さは1100平方キロメートルである。このように報告されております。つまりこうした情勢はロシア側としても、ロシアクルスク州西部グルシコフスキー地区、この辺りの地域でのウクライナ軍の圧力が強まっているということを認識していることの証左であると考えられます。さらにクルスク州の情勢に関しまして、 CNN は次のように報道しております。ロシアが反攻開始、クルスク州からウクライナ軍排除へ。ただし勢い欠く。ロシア軍がウクライナ軍の越境奇襲攻撃で奪われたクルスク州の領土の奪還を目指し反転攻勢に乗り出している。ただこれまでのところ勢いは乏しい。クルスク州でロシアの反攻が進み、ウクライナ側の損失が増えている状況だが、ウクライナのゼレンスキー大統領はクルスク侵攻の必要性と重要性を強調。これによりポクローシクへの脅威が迫る東部ドネツク州でロシアの進軍が鈍っていると主張した。ゼレンスキー氏は13日 CNN のファリード・ザカリア記者が司会を務めた首都キーウでの会合で、ポクローシクにおけるロシアの砲弾の優位性が12対1から 2.5 対1に低下したと明らかにし、クルスクでの軍事作戦の成功が要因だとの認識を示した。このように報道されております。そしてもしこのままウクライナ軍が11月後半くらいまでロシアクルスク州内で制圧している地域を全てではなくてもですね、保持し続けますと冬になりますので、そのままクルスク州の前線は戦況が膠着化する可能性があります。そうなりますと冬の間ウクライナ軍はロシアクルスク州内の制圧した地域において、さらにですね、防衛線を固め地雷を敷設するなど防御を固めることができると考えられますので、そうなってまいりますとこのロシアクルスク州をめぐる情勢は予想以上に長期化する可能性も考えられると思います。そうした情勢はロシアプーチン政権にとって政権基盤を揺るがすかなり厳しい情勢に発展する可能性もあります。ですので今後も西側諸国がウクライナ支援を継続し続けることが重要であります。ロシアプーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵略からウクライナを守り、世界の自由民主主義を守る戦いに発展しているウクライナ情勢でありますが、今年のアメリカ大統領選挙の結果によってはアメリカによるウクライナ支援が継続されるのかされないのかの分かれ道であると言えると思います。こうした中、共和党内で問題が発生していると見られます。結論から申し上げますと、トランプ氏とバンス氏のペットをめぐる発言について、共和党のオハイオ州の知事と共和党員である
スプリングフィールドの市長がトランプ氏とバンス氏の主張を全面否定し、トランプ氏、バンス氏と対立するという事態に発展しております。共和党の副大統領候補 J.D. バンス上院議員は15日、オハイオ州スプリングフィールドでハイチ移民が住民のペットの猫や犬を食べているという自身の主張を擁護した。共和党候補のトランプ前大統領は10日に行われた民主党候補ハリス副大統領とのテレビ討論会でこの主張を繰り返し、国内外で嘲笑を浴びた。その一方で、加州にあるスプリングフィールドでは学校や病院などが相次いで爆破予告を受け、閉鎖を余儀なくされている。日本時間9月16日にはオハイオ州スプリングフィールドの小学校が新たな爆破予告を受け非難しました。オハイオ州選出のバンス氏は CNN の番組で、爆破予告は著しく偏った考え方を持つ人物によるものだとし、自分の責任ではないと語った。一方、スプリングフィールドの市長や地元の保安官はバンス氏の言い分を裏付ける証拠はないと非難している。このように報道されております。こうした中ですね、 CNN は番組にバンス氏を招きまして、バンス氏に直接インタビューで次のように質問しました。 CNN キャスターダナ氏、クラーク郡保安局は過去11ヶ月間の911コールの記録を見直したところ、2件の電話でハイチの移民が公園からガンを捕まえていったと主張していました。しかし調査の結果、その2件の電話の主張を裏付ける証拠は見つからず、物的証拠もゼロでしたと述べています。そしてバンス議員が証拠として述べ、何度もツイートしている動画に関してはスプリングフィールド市以外の町から発せられた情報源不明のソーシャルメディアの動画で、現在ハイチ移民との直接の関係は確認されていません。このように指摘しました。そしてこの指摘に対しまして、バンス氏は番組内で具体的な反証を示すことはできませんでした。さらに番組内で CNN キャスターのダナ氏は番組に出演していたバンス氏に対しまして、直接次のような指摘をしました。番組内で CNN キャスターのダナ氏はバンス氏がスプリングフィールド市で昨年エーデン君、当時11歳の男の子が殺害されたと主張したことについて、エーデン君は殺害されたのではなく車事故によって死亡したという事実を伝えました。そして交通事故によって死亡したエーデン君の父親はバンス氏に対して次のように述べていると、バンス氏に VTR を見せました。エーデン君の父親、バンスとトランプは私の子供の死を政治的ゲームのために使用した。こんなことは今すぐやめてほしい。彼らが私の息子エーデンについて言及することは決して許されない。そしてバンス氏とトランプ氏に謝罪を求めます。このエイデン君の父親の発言を受けまして、 CNN キャスターのダナ氏がバンス氏に、バンスさん、エイデン君の父親に謝罪しますかと尋ねたところ、番組内でバンス氏が謝罪をすることは一切ありませんでした。ですのでこうした状況が今全米で放送されておりますので、バンス氏、トランプ氏に対する発言の訂正を求める声、またはですね、もしその発言が正しいのであれば具体的に証拠を提示するよう求める声、これが強まっているというのが現状であります。そしてオハイオ州の共和党の知事デワイン氏が ABC テレビに出演しました。番組でトランプ氏やバンス氏がハイチ民がペットを食べていると主張していることに関して、キャスターがですね、トランプ氏やバンス氏の主張を裏付ける証拠はあるのかとデワイン、オハイオ州共和党知事に質問したのに対し、デワイン知事はですね、絶対にない、アブソルートリーナートと答えました。ここまではっきりですね、否定するというのは異例と言えます。と言いますのは、ここまで強い表現を使ってトランプ氏やバンス氏の主張を否定し、もし今後トランプ氏やバンス氏の主張を裏付ける証拠が見つかった場合、オハイオ州の共和党知事デワイン氏は逆に責任を問われる可能性があります。つまりですね、オハイオ州の共和党知事デワイン氏は自らの主張にかなりの確信を持った上でトランプ氏とバンス氏の主張を否定していると言えると思います。さらに共和党員であるスプリングフィールド市長ロブルー氏もトランプ氏とバンス氏の主張を裏付ける証拠はないと完全に否定し、トランプ氏とバンス氏の主張を非難しました。そして共和党員であるスプリングフィールド市長のロブルー氏はフォーブスや CNN のニュース番組のインタビューで次のように述べております。共和党員でスプリングフィールド市長のロブルー氏、
保安官事務所の過去11ヶ月間の記録を見直しましたが、バンス氏が述べているような移民がペットを食べているということが実際に起きているという住民からの主張や報告はありませんでした。バンス氏の言い分を裏付ける検証可能な証拠は一切ありません。私たちスプリングフィールド氏は住民からの報告を無視しているということは一切ありません。そして可能な限り我々の社会の平和と安全を保とうとしています。根拠なく移民がペットを食べているということを言うのは間違っている。このような形で我々の町が注目を集め、町の平和と安全が危機にさらされるということは間違っています。このように述べております。ここまではっきりとしたデータを具体的に示して、共和党員であるスプリングフィールド市長のロブルー氏がトランプ氏とバンス氏に反論しているという事態も異例であると考えられます。いずれにいたしましても、大統領選挙中にオハイオ州の共和党の知事と共和党員のスプリングフィールド市長がトランプ前大統領とバンス副大統領候補の主張を真っ向から否定し、トランプ氏バンス氏と全面対立するという異例の状況になっております。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。